どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、今日はちょっとお知らせです。以前このチャンネルでも、募集してたんですけど、ガズレレインターンシップ in ベトナム、すごいたくさんの方にご応募いただきましてありがとうございます。そしてですね、昨日おととい2019年の11月13日14日と 2days にわたって応募者の方面談を行いました。ありがとうございます。そしてですね、まあその面談がもう予想をはるかに超えた、なんていうかもう応募者の方のもう熱量といいますか、この人生をねこうガッと変えるわけですから。だってベトナムにね半年間行って、そのウクレレをこう作るねその体験というか、まあインターンに行くっていうのはもう考えてみたらすごいことですよね。まあそういう、まあ、決意を胸にこう面接に来ていただいて、しかもねもうほんと遠くから飛行機とか新幹線とかでもう夜行バスとかで来てくださってる方もいましてですね、その熱い思いのだけをこう聞いて、こっちのガズレレ G ラボスタッフみんなでこう受け止めてこう いろいろねこう質問したりとか、まあいろいろお話ししながら、まあ面接したんですけど、無事終わって、もう今本当困ってるのはですね、あの本当全員に行っていただきたいんですけども、やっぱりもう限りがありますからね、これを今選んでるところで、まあ、スタッフでも本当にこれも苦しい悩みでございます。はい、あのねやっぱりなんつうのかな、もうそういう、ね、熱量ってちょっとほら一般のねあのアルバイトとか就職とかそういうものとはまた違う感じのね匂いをちょっと感じてね、でまあ本当こっちのあの G ラボあのメンバーの方も本当にね悩んでるんですけど、まあ本当行く人とやっぱり行けられない人が出てきちゃうんですけど、もうそこら辺はもう本当にね、なんていうか、うん、最初から分かってることですから、はい、そうやって進めていこうと思います。そういうわけで、インターンに決まった方はこの今ご覧になっているガズレレ YouTube でもどんどんこうあの紹介してもらってとか、まあ皆さんもそのこのガズのこのやってるプロジェクト自体もうベトナムを巻き込んでなんかすごくこう大きくなって、しかもその大きさっていうのがねこれねまたどうなるのかなってワクワクするじゃないですか。そういうのもそのいろんな目線からこうあのドキュメント的にねあの皆さんのところにこう公開していくのも面白いかなと思いますね。またこのチャンネルでこういうね、続きのドキュメントタッチとしてまたちょっと見といてくださいね。はい、でインターンの人がまあ決まって、それでまあ行って、まあ、どんどんウクレレを作っていくということなんですけど、今もこうしてる今もベトナムではモジャ君がもうガンガン作ってますから、現地のねベトナムのね若いスタッフと一緒にこうウクレレ今日も組み上げております。で今現在ですね、ガズレレホームページにあるこのガズの若者ウクレレのページなんですけど、もう事前予約販売1回目はちょっとねソールドアウトになってるんですよ。で、来週、多分というか来週、ドンと追加予約注文受けられるように今最終調整してますんで、またちょっとここでご案内します。それをまたお楽しみにしておいてください。いつもガズレレ YouTube チャンネルで使ってるあのウクレレは本当にいいものでございますんで、はい、多くの方にも手に取っていただいてこう楽しんでいただければと思うんですよね。でまあ今回のインターンの方とかそういう方もそっちの、ベトナムの工場にドンとジョインして、まあこう日本とベトナムでこうガーッとこう盛り上げていけるようになったらいいかな。で、しかもそのストーリーもまたこうすごく面白くて価値があるものなんで、だんだんこの G ラボのね、この G ラボの、全貌が、分かってくるような動画もアップロードしていこうかなと思います。はい。お楽しみにしておいてください。ちなみに、明日、ガズレレイン宮崎でございます。はい。宮崎。明日は早く起きて、飛行機で飛びますよ。はい。お近くの方は参加してください。はい。ガズレレ .com ホームページ。ご覧くださいね。ここにリンクも貼ってきますよ。はい。それではまあ皆さん、音楽、どんどん楽しくやりましょう。ありがとうございました。さよなら。